今回の戦争の一件でバナータの素性も一気に世間に知られたぶるわね。ドラゴン、革命軍の兵士たちに動揺はない？得体の試練ボスが血の通った人間だったとみんな安心したようだ。もう構わない。ルフィは子供じゃない。だがまさかお前と共に行動していたとはな。どんな運命のいたずらかしらね。ともあれ、バター氏もイナズマも突然の脱獄でいろいろ話したいことも聞きたいことも山ほどあってくる。だろうな。近いうちに世界中に散る幹部たちを一度集める必要がある。白ひげの死で世界の風向きも政府の体制も大きく変わる。お前には熊の身に起きたことも話しておきたい。へえ、それはぜひ詳しく聞きたいわ。なぜあいつが政府の言いなりになったのか。もうバター氏の知る熊はいない。あいつはバター氏を殺そうとした。そうだわドラゴン、今日の新聞見た？また驚かせてくれたわ麦わらボーイ。破天荒は親譲りな。マリンフォードでまさかあんなことをするなんて。